俺の名前はヤネスケ。表の顔は普通の小学生だが、実は国からある重要な仕事を任されている。今日転校してきた細上ヤネスケです。よろしくね。よろしく。悪人の始末を担当する、いわば殺し屋だ。な、それじゃあ授業始めるぞ。はい。こいつらただの小学生に見えて全員殺し屋なんだ。はい、それじゃあ国語の授業始めます。はい、じゃあこのプリントを後ろに回してください。はい。あれ、鉛筆忘れた。貸してあげるよ。甘いな。爆弾だ。まずい。ん？何の音だ。なんでもないです。そっか。こいつら本気で俺を殺しに来てるな。先生、なんだ？うん。これで先生堂々やれるな。早く出ないとまずいことになりそうだな。通気口。そうだ。先生、みんな寝ててやる気ないみたいだし、モチベーション下がるので退学します。は、はぁ、あ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 、何がどうなってんだ。殺し屋小学生たちの抹殺に成功した。よくやった、報酬のうまい棒だ。次のターゲットはこいつだ。失礼します。はい。こいつがターゲットのお色気ナース。今日はどうしたの？頭が痛くて。それじゃあお熱測ろうか。待っててね。
あれどこだろう。おかしいな。これで終わりだ。マスター、こんなところにあったわ。めっちゃキモスケ。熱っ、高熱じゃないの。ほら、ベッド行くわよ。ものすっごく鼓動が早いわよ。わかってる、惜しいんでしょ。落ち着け、お母さんの顔を思い出すんだ。何を期待してるの。そのうちじゃなくて今すぐがいいの。大人の恋に焦がれて、うぶな気持ちのまま子供ぶる。子供ぶってたけど、本当は大人なんだぜ。お色気ナースの抹殺に成功しました。よくやった。これだけ？これだけってゴーンの約束だろ。これ欲しくないの？欲しい！プラス3パー！少ない！5パー！少ない！10パー！よし！ようこそマッチョブラザーズチームへ。こいつらがマッチョブラザーズ。あ、トリムネギが飛んでる。トリムネギ、どこだ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 。手短に終わらせるぞ。どこだ、俺のタンパク質一体どこにあるんだ。なんて硬い腹筋だ。おい、鶏胸肉なんて飛んでないじゃないか。君は嘘つきだ。だけどな、筋肉は嘘をつかない。ほら、トレーニングだ、トレーニング。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。もうきついです。きついってのは筋肉が喜んでる証拠だ。イエーイ。マッチョやねえすけ。筋肉の急成長だ。うわぁ、マジだ、みんなの前は急成長だ。お前ら、きついっていうのは筋肉が喜んでる証拠だぞ。
マッチョブラザーズの抹殺に成功しました。ナイスマッチョだったぞ。よっしゃ。てかもっと強いターゲットいないの？次のターゲットは手強いぞ。お、お母さん？うちの子供ったら何考えてるか分かんないから勉強しないと。嘘をついた時の顔の特徴、瞬きの回数が多くなる、口だけで笑う、目が泳ぐ。なるほどね、勉強になるわ。ただい、うわ、なんだよ。やめちゃん、私に隠し事してるでしょ。そんなのないよ。正直に言えば許してあげるわ。もしかして殺し屋の活動がバレたのか。瞬きの回数も増えてないし口角も上がってない。隠し事はなさそうね。様子見で別の隠し事を言ってみよう。実はお母さんの大事なハーゲンダッツを食べちゃいました。あとスノーマンのライブチケットの転売もしたし、ゲームは1日1時間じゃなくて5時間やってるし、トイレはだってしてるし。あんたふざけんじゃないわよ。正直に言ってくれたのに怒ってごめんね。俺の方こそ今まで隠しててごめんなさい。これからは2人で仲良くやっていきましょう。やれちゃん大好きよ。うん、俺もお母さんのこと大好きだよ。あんた嘘ついてんじゃないわよ。チャンネル登録よろしく。最初はグー、じゃんけんパー。またねー。